4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はプリールサイクロン、アグネスレイン。先頭2番手はアグネスレイン、アグネスレイン。差し返すか。残り 200m、 アグネスレイン先頭だ。残り 100m、 エリモエクセル抜けた。アグネスレイン迫る。内から一気にエリモエクセル、アグネスレイン。わずかにエリモエクセル体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあ先頭に立ったのはオレンジリガ。後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はチェックメイト、オレンジリガ。粘る。チェックメイト迫る。オレンジリガ先頭だ。オレンジリガ、オレンジリガ1着、2着にはどうやらチェックメイト。見事に勝ちました。オレンジリガチェックメイト2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。サイレンス鈴鹿好スタート。堂島無敵この馬も好スタートを切りました。ダンフォザドリーム前に行きそうです。サイレンス鈴鹿それに続いています。さらにはセイントビリーズ、4番藤野真剣王、その後ろシルキーエトワール。どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のサイレンス鈴鹿現在先団に取り付いています。西野フェロー、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。前に戻りましょう。堂島無敵先手を取りました。5番サイレンス鈴鹿2番手を追走。その隣にビッグサンデー、すぐ後ろに藤野真剣王、さらにはランフォザドリーム。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ3番堂島無敵、ビッグサンデー、ほとんど差がありません。3番手にサイレンス鈴鹿絶好の手応え。5番サイレンス鈴鹿差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサイレンス鈴鹿。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはサイレンス鈴鹿、突き放しにかかります。2番手はセイントビリーブ、2番手はセイントビリーブ。サイレンス鈴鹿独走。サイレンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイレンス鈴鹿1着、2着はセイントビリーブ。これが G1 馬の実力だ。サイレンス鈴鹿。Thank you.
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はマサラッキー、あと 200m、 先頭はマサラッキー、残り 100m、 シーキングザパール、さらに突き放します。2番手は大隅タイクーン、シーキングザパール1着、シーキングザパール完勝、シーキングザパール1着、2着は大隅タイクーン、これが最強女王だ。シーキングザパール